敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は注目。これより我々は巨人との決戦に臨む。ウォール・シーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。今回が最終決戦、最終防衛戦を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。すげえ、あんなんされたら壁ボコボコになるな。何その、何その顔、どういう気持ちなんだろう今。逃げちゃダメ。頼んだわ。宝石による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。うっ、時間がそんなにない。よし、オッケー、ひるんだ。負けるわけにはいかない。ウォール・シーナを突破されるわけには。オッケー、砲台があるから結構いいぞ。よし、もらった。さあ、みんな行け。よし、やっつけた。逃げられたか。だが、これで投石はやんだな。さあ、お人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。つもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。奴らをぶっ殺してやる。さっきたけど、こ、足ふっと、こののっぽ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。どこ攻撃すればいいかって話だよな。着をつけられる時が来たみたいだ。よし、足を折ってやるか。お願いしますね。オッケー。
多くの仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。了解だ。一応手応えが全然ないんだけど、ダメージ入ってるっぽいな。入ってる入ってる。ちょ、踏まれる踏まれる。あー倒れてくる。よし、ちょっと下がって、ちょっと待てよ。うわっ、ダメだ。よし、すまねえ、まずいね。なんかあれだな、他の巨人に比べるとやりづらい、非常にやりづらい。普通はこんな正面から攻撃仕掛けたりしないんだけどな。あっ、うわっ、やべえ、倒れてくる倒れてくる。よし、オッケー、いけ、火炎瓶もう一丁。よし、いった。こいつあんま攻撃、巨人の足を止めた。